おはよう。君、今が何時か分かってる？パーティーが始まるまではまだ時間があるんだけど。分かった。僕の誕生日を早くお祝いしたいと思って、急いで家を出たんでしょう。でも、ちょっと早すぎじゃない？なんてね。この時間からここにいた僕が言えることじゃないか。僕も、今すぐ会えないかなって、君の姿を探してたんだ。準備はもうできてるから、入っていいよ。パーティーの料理には、君が来るから特別に僕が作ったものもある。だから、食べてもらえないと困るし。おいで。最初は、二人だけのパーティーだね。いや、その様子だと楽しんでくれてるみたいだね。ここから見る限り、会場にいる人はみんな笑顔だ。準備を万全にしておいてよかった。自分が楽しむのは、王様としての務めをしっかり果たした後であるべきだと思う。もうしばらくはここを動かないでいるつもり。それより、さっき他の人と話してる時も、僕のことを気にしてたよね。みんなの願いを聞くのも僕の務めだから、困ったことがあるなら言ってみて。誕生日なんだから、僕に一番楽しんでほしい。あ、そうか。そういう考え方もあるのか。君も、同じ考え。よし。それなら、少し歩いてみようかな。君も行くよ。一番楽しんでほしいんでしょ？それなら、絶対君がそばにいてくれないと。パーティーの間中、歩き通しになっちゃったね。ごめん。疲れてない？今は何か用意するから、座って休んでて。あれから君の言葉を踏まえて、もっと欲張りになってみようと思ったんだ。まずは、僕が今日、誕生日にしたいことを考えてみた。結論が出たよ。君の鼓動を聞かせて。ドキドキする気持ちが伝わる距離で。そうすれば、僕はきっと、すごく幸せになれる。もう、ここで離れていくのは非効率的でしょ。意識してくれてるなら、嬉しいけど。もしかして、僕に触れられるのは、いや。ごめん。照れてるだけだって分かってた。少し鼓動が早くなったね。次は、君の唇で、大好きって。